じゃあ皆さんちょっと今日改めまして、あのよしみさんと本日は膣ほぐしの話をしようと思っております。よろしくお願いします。イエーイイエーイいいぞよしみとかだですね、よしみさんは、先日うちのお店で売っておりますヨニワンドを買ってくださったばかりです。ごめんなさい、私はごめん梱包配送がしたいっていうメッセージを送ったけど、ごめんなさい、まだ購入に至ってませんでした。あ、そうそうそう、あれですよね。でもなんか膣ほぐなんかこう、膣ほぐしの効果のやつなんかくれました。あ、そいつね、そいつね、ごめんなさい、対談そいつ買って使ってんのね。あります。あ、いい、大丈夫大丈夫。みんな膣ほぐしで、やっぱりこの、なんかこう、値段とか、なんか違う、ちょっと、こう、ああ、ちょっと今の自分の財布ではちょっと怖いっていう人もやっぱいるから。はい、で、ただそれでも、こう、膣、やっぱね、好きになっちゃうかも。それ始めたら多分ね、ちょっと長いの欲しくなると思うから。はい、今、よしみさんが、され、膣ほぐし始めてみて、はい、なんか得られた変化が、なんかすごく赤裸々に書いてくださってたじゃないですか。はい、ありがとうございます。面白かったので。まだ未購入ってちゃんと言えばよかったですね。ごめんなさい。こっち。私も、もう誰が買ったか確認をせなかった。ね、まだ、こちらです。はい。はい。はい。欲しいです。はい、じゃ今後よろしくお願いします。はい、よしみさんは今、膣ほぐしを始めてどれくらい経ったんですか？生理前だったか、多分1ヶ月弱ですね。3週間とかかな。はいはいはい。はい、膣ほぐしを始めたきっかけは何だったんですか？遡って話すかにもよるんですけど、まあ、直接的なきっかけは、うんうん、さやりんごちゃんが春風さんをシェアして、うん、完全に春風さんです。で、春風さんが、愛さん、ありがとうございます、美容家、愛さんっていう方きっかけで始めたって書いてらっしゃって、うんうん、で、愛さんの方も見て、それでこれと、カレリュラオイル買いました。はい。おお、はい、その、私の知り合いでも、ヨニワンドの、手元に届くのが、今、正直、輸送で1ヶ月以上かかってて、でもすぐに、はいはい、すぐにやりたいんですっていう女子もいて、ですよ、ですよ、それって、Amazon で買ったんですか？なんか、明確な商品名が、なんか、ないっていうか、もう本当、その愛さんが、もうなんか普通に女性用バイブとかで検索したら、上の方に出てきますよって書いて出したので、もうこの形を頼りに。はい。あ、なるほど。あ、皆さん、今、ちょっと値段が、ハードルが高いとか、膣ほぐしを始めるときに、すぐ欲しい、すぐやりたいっていう人は、女性用バイブ、今、もう一回お願いします。なんて検索したんでしたっけ？はい。あ、女性用バイブね。なんか一応、それって振動するんですか？USB のコードみたいなのがついてるので、でも、ブルブルはちょっと試してないのですけど、うん、一応、その振動が、この人は、うんうん。そうですね、はい。あ、やっぱバイブなんだ。いや、なんかその形でマッサージに使ってるって言ってたから、すごく、へーって不思議だなと思ってたんですよ。はい、そうですね。振動も一応するんですね、やっぱバイブだから。はい。でも、へぇ、はい。それを始めてみて、はい、まあ、一月近く、はい、生理後、一月近くやってみて、ちょっともう何から話せばいいかな。でも私と、はい。思いついた限りでいいですよ、順番。今一番喋りたいことどうぞ。やろうと思ったら入んなかったんですよ、これが。うん。結構。みんな入らない女子いるだろう、きっと。びっくりして、うん、入らなかった。私、この間40歳になったばっかりなんですけど、なんか、わしゃ少女かいって思って。はい、いや40歳になってこれが入んないってどうなっちゃうんだろうと思って、はい。それはあれですか、本当に生理上げ直後にやったんですか？ね、そうですね、そうですね。はい。私もなんですけど、
あの、他の女子もそうか分かんないんですけど、はいはい、私結構濡れやすいんですが、生理明け、入らない、本当に。はい。あの、体調によって、濡れ方が全然違いますよ。ホルモンバランス。はい。ホルモンバランスとか、体調とか。はい。で、全然違うから、もうそんな、大丈夫とか、あるある。最初、やろうと思って、これを注文した途端、まず、剣道のぎっくり腰になっちゃったんですよ。嘘、ね、やだ、似てるんだけど。いや、びっくりして、なんかね、その、ま、生理前、1週間前ぐらいですんごい体がこうカチカチに冷えて固まってたんですよ。で、その時に、はるかじさんと、その、愛さんを知って、はい、もうついに私もこれやる時が来た。前々からやりたいって思う時は、何回かきっかけはあったんですけど、今回爆発したんですよ、やる気が。マジで。で、ついに私はこれ、ちょっとワンドにはまだ手が届かない、これを注文すると思って、アマゾンで注文したら、そのなんか滞りが多分頂点に達して、まず軽度のぎっくり腰になって、で、どっちが先だっけ？そう、で、その後整理になったのかな。だからなんかね、しばらくできなかったんですよ、買ったのに。はい。めっちゃ。はい、私すっごい同じ話があって、私も、はいはい、私もヨニワンド届く前に、はいはい、自分の家にあるディルド使って膣ほぐししてたんですよ。その時にね、なんかある日突然、はい、子供きっかけだったんですけど、はい、ぎっくり腰になって、生まれて初めてで、へーってなって、もうすごいショックで、はいはいはい、おばさんになったと思って、でそれでその時に、あの、はい、知り合いのカメラマンさんのミカさんに話したら、ああ、拡大の時ですねって言われて。意味わかんない。意味わかんないんだけど。あれでしょ？腰でしょ？チャクラですよって言われて。だから、破壊があるっていうことは再生ですよ。こっから、春風さん、金運爆上がりですよって言ってたんですよ。で、本当に、まあ事実として金運爆上がりしたんですよ。もうとんでもない売り上げの上げ方したんですよ。これやばくないですか？うん、今ね、継続してる、その売り上げのこういうのが。減税利益って言うんだっけ、減税利益、うん、あれかな、売り上げ引く費用を引いた、一番最初の売り上げ原価のこと言ってるのか、どれのことかな。その、物教用語ですか。来世とかのために特攻積むみたいなのあるじゃないですか。そうじゃなくて、現世、この今回の人生での利益のことを、なんか減税利益みたいに言うんですよね。これが私も欲しくて始めたところも多々あります。得を積むために膣をほぐしたんですか。金運欲しくてっていうのも大きい。金運はい。で、なるほどなるほど。いや、そうなんですよね。いいんです、それでいいんです。きっかけ、やらなきゃなっていうのはずっと前からあって、あの、仁村仁さんってご存知ですか。うん、はい、AV 監督の、存じ上げてますよ、異色の。で、うん、私、仁村さんの、あの、恋愛の本が好きで、はい、あ、わかります。で、そうそうそう。で、はいはいはい、その昔ね、わかりますよ。仁村さんの本が出版された時のトークイベントとか結構行ってて、で、そこでその質問したりして話をする機会とかあって、うん、その時に仁村さんがやっぱりその、うん、自分の女性器に自分で触れてないっていうのは、やっぱり自分の本当にやっぱり根源的なところと向き合ってないってことだよって言われたんですよね。うん、で、さ、引いてはやっぱり子供が生まれる場所だから母親のこととかもつながってくるっていうお話があって、うん、でも私その当時はその中に指を入れるっていうのが怖くてできなかったんですよ。うん、はい。セックスはしてたのに。うんうん、はい。なんか知んないけど、いますよね、そういう女性ね。やっぱ闇みたいな感じちゃって、うん、みんなそういうこと言う女、私の周りめっちゃいる。なんか発信を見てる限り、はい、私すごい全然抵抗ないですね。なんか日本人はね、そこタブー感が強い人が多いと思うから、それ多分ちょっと貴重かもしれない。いや、あのスケベが勝ったんですよね。私にはオープンなアイデンティティがすごいあるんですけど、結局その、まあ、向き合ってはなかったってことなんですよね。うん、子供の好奇心が勝ったんですよね。はい、小さい時って5歳とか3歳の子って自分のお股見て触るじゃないですか。
あれがずっと継続した感じなんですよ、私。はいはい。大人になって大学生になっても、これなんだろうみたいな。ことも抵抗なかったんですね。だから私男性器入れる前にディルド先でした。自分が先であるべきですよね。まあべきっていうのもあれだけど。私すっごいこの処女こじらせてたので、だからちょっとディルドの方が先だったんです。で二村仁さんの本読んで、その当時は指を中に入れることさえ抵抗があった女子がなぜ膣ほぐし始めるのとか前で、でもそのまま向き合わずに来ていて、で、うん、割と最近今年の9月かな10月かなぐらいまで付き合ってた彼氏がいたんですけど、その人とのセックスがなんかね途中から痛くなっちゃって、うん、で病院にも行ってみたけど子宮筋腫とかはなくて、まあ、いわゆる性交痛だったんですよ。でその時にオーストラリアのワンドの方大栗さんの発信をたまたま見て、でその方は日本人で旦那さんがオーストラリアの方で、まあね、体格差があるから、旦那さんがとてもじゃないけど痛くて入らないけど、実は筋肉だからほぐして入るようになったっていう発表を見て、あ、これ私もやらないとって、その時もまた思ったんですよ。なんだけど、なんか忙しさにかまけて、結局向き合わずに、でその彼とは痛いままに別れてしまったんですよ。っていうのが2ヶ月ぐらい前にあって、で、この度、生理前のめちゃくちゃ冷えて縮こまってる時に、春風さんと愛さんを見て、そこでもうね、ここ何回も今まで着火したの、やる気爆発して、ありがとうございます、ついに。おめでとうございます。はい。はい。で、ほぐし始めて、あなたはどのようになったのですか？そう。で、あ、そうだそうだ、入らなくて、どうしたんですか？そうだよねと思って、こうなんか準備不足ですよねと思って、まずは外側ですよねと思って、ほぐしたいって気持ちが先行して、結構グリグリ最初から入れようとしちゃったんですよね。で、そりゃ準備できてないわと思って、で、はいはいはい、外側を最初、まあ、こう今までになく一番 ゆっくりとこう意識して触ったんですよね。うん。いや、さっきの今のあれ無理やり入れようとした感じが、なんか童貞の男の子のセックスって感じだと思って。童貞の男とか許せないじゃん。なのに私自分でそれやってると思って、私も男性のクソだなってマジでその時思って、本当思いました。なんだけど、その外側をね、すごいゆっくり触ってみたんです。そうですね、そうですね、まくり周りとか、膣周りとか。そしたら、そのなんか、入んなくてごめんって思った瞬間に、男性視点がピュって入ったんですよ。入ったか、芽生えたというか、感じたんですよ、初めて。で、その男性性は、もう今まで付き合ったどの彼氏よりも優しいし、私も愛してるんですよ。これ、私、前、一人ライバーして話したんですけど。で、まあ、どういうふうに触ろうかとか、どうだったらええみたいな、こんなに愛されたことないんだけどと思って、私感動してしまってっていうのが1回目でした。だから中に入る前でこんなに感動があってやばいと思って、だから本当にそれはいい話ですね。そう、絶対その39歳で最近付き合った彼氏と別れて、もう40になってなかなか男も見つかりにくいのではとかって思ってたんですけど、そこでもう 100% 愛されてる自分をもう経験しちゃったから、自分の中でですけど、なんかもうそこの心配がマジでなくなって、いや、だからこれすごくないですか？最高ですね。中訪れいや、すごいですよ。入り口でこれと思って。いや、ですよ、ですよ。だから入ったらどうなんのみたいな。それで私も結構連動しまくって、春風さんのアカウントを見て、これを買おうみたいなのを。あれですよ、ね、そう、みんなこっち買ってこっち。ですよ、ですよ。っていうのが1回目で、で、2回目も、
入んなくて、まあ、ちょっとこう、うん、無理しちゃっていてよみたいな感じで、うん、あまたやってしまったごめんみたいな、うん、だから焦っちゃうとその優しい男性性は現れないんだなっていうことを学んで、やっぱね、あ、本当ですか？やだ、すごいいい話、うん、え、だってすごくその、うん、なんていうの、自分をいたわるっていうことをなんかその一人で、うん、あの癒してるけど、なんか二人いるような感じで一緒にセックスを作ってる感じがすごくして、なんか愛らしい。よくこう自分の中の彼氏とかね、男性性とか言うけど、そんなにこうリアルに感じたことってなかったんですよ、うん、私は。そう、これなんか泣いちゃう、すごい嫌です。入ってない。だってまだ入ってないんでしょ、まだ今の話でも。2日目まだ入ってない時の話ですよ。でもそれであの優しい男性性の声が聞こえるんでしょ、こうやって言おうとするとその人現れないんですよね。言おうって。そう。で、それが2回目で、ね、うん、で、その後に、あの、うん、まあ、ちょっと、これ、今までは脳内の男性性の話ですけど、これ、現実の男性がやってきて、で、まあ、そういうことをしようじゃないかという。ことになったんですけど、無理、はい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 、これが入んないの私今、うん、だから入んない無理って今できないって言ったんですけど、まあすんなり入ったんですよね、やったら、うん、セックスの方がね、あ、すごいじゃないですか。そうだから、あ、この人はこれを入れる膣ほぐしのその導入として来てくれたんだと思って。あ、そういう捉え方。振り飛んでですよ。え、ディス？ゲス女。ゲス女。そう。しかもその前に私ははるかぜさんと、うん、あのまゆみさんの、うん、あのおなきの発信を見てたんですよ。うん、そしたらね、その人2週間とかしてない人だったんですよ。引き寄せきたこれと。やった。え、その男は手放さない方がいいって決まってます。で、だからその人とセックスしたことをきっかけにこれが入れれるようになって、やっとここに入れれるところまで来ました。いや、私もうあれですよ、もうおなきんしてる男目の前に現れたりして、ね、もう上がりですよ、もうそれ。お金をゲットするよりも大当たり引いてますよ。びっくりして、なんかね、格闘技をやってる人なので、そうすると多分多いんですかね。試合前とか多分一般的なんですよね、筋肉とか。あ、もう全然、あ、そうなんですよ。あの、もう出しちゃうと、ね、もうヘロヘロになるので出さないんですよ。逆になんか減量のために出すとか言いませんけど、うん、逆か、やったらヘロヘロになっちゃうのか。あ、ボクシングとかだと。あの、精力っていうものが、もう正義でバッて出ちゃうから、ね、闘争心が抜けちゃうんですよ。いい男ゲットしたね。で、こう、まあ、そしたらまあね、すんなりこの人も入るようになって、あ、男性が迎え入れることができてからその子が入ったんですか。男性、いや、だから無理だって言って、これが入んないんだからって言ってて、でもセックスしたらその人がまず入って、で、まあ、その後一人でやったらまあ入って。だからこう導入してくれたなと私は思っていて、これはい、よかったですね。でもまだ正直ホームスにこうしっかり至ってなくて、なんか漫然と気持ちいいっていう、なんか漫然としたセルフプレジャーみたいな、うん、そうですね。あ、いいじゃないですか、気持ちいいなら。別に男の人がいなくてもできるってことは、うん、極端に言えば毎日でもできるから、うん、やばいですよね。そしたらなんか常にご機嫌でいられるし、ですだから女の体ってどんだけチンコ欲しいんだって話なんですけど、本当そうなんです。濡れてるみたいな、やばいですよね。Yes? っていう、yes? ところですかね、今のところの感触は。大事ですよ。質が揺れてるってことは大事ですからね。迎え入れる体制が常にあるってことですからね。確かに。質の状態が濡れてると、
いや、今日内臓の状態もいいそうです。衝撃の画像のこととか聞きたかったんですけど、あれ、なんですか？いや、今日私、VIO 脱毛に行ってて、それで、あれですよね、黒ずみの話ですよね。たるみみたいと、黒ずみみたいな。いや、だから、私もホラー映像を見せられたような気持ちになって。はい。あれは、はい、今の私たちが話しているのは、今日の私のストーリーズを後ほどご覧いただきたいんですけれども、そこに挙げている、女性の股の黒ずみの変遷の話なんですが、あのね、あのみんなね、ここちょっと今日要点まとめて喋ると、黒ずみの原因っていうのは、乾燥なんです。あと摩擦。で、スキニージーンズなんて持っての確かに、やばい、いつもジッパン入ってる。それが、はい。今流行ってるなんかダボットラインとかだったらいいけど、ピタってしてるやつだと、下着と確かに。股が接触するじゃないですか、こうやって。で、これあ、で恐ろ歩いしい。てるよね、私たち。こうやって擦れるよ恐ね。ろしい。それ乾黒燥ずもむだっよてとこからね。また引き起こりますよね。そうよ。で、それで、摩擦するでしょ？で、みんな、ここに聞いてる女子たち気をつけてほしいんだけど、ちゃんと綿のパンツ履いてるかしら？履いてる、オーガニック化コッ繊トなんンてで履いすてないか？よね。偉いぞ、偉いぞ、大事だぞ。化繊だと擦れて黒ずむわ。ほんで、こう、ゆるさがないと、ここがぺったってしてると、忘れるから、ここ空間あるから、奮闘そうしでパすンツとね。かだと、はい。空間があるから、なんかそそんのな、黒はい。ずみもそうだし、たるみみたいなのも結構衝撃だった。乾燥でたなんるでみよ、が生そまのれるシのェア。です。今日私も聞いたばっかりだから、これから私も人体実験をして、皆さんにシェアしようと思うんですけれども、みんな風呂上がった時に、またちゃんとちょっ拭いてますとか？曖昧かも。おいおいおい、ダメだから、それ。ダメだから。私、拭いてない女がいることに今日聞いてびっくりしたから。え、拭いてねえやついんの？と思って。なんか、パンツ履いて、なんかそれで湿り気取るみたいな女がいるって話を聞いて、今日超びっくりしたんだけど、あのね、みんな濡れてる肌って、こっから水分抜けてくよね。髪がドライヤーで乾かせっていうのは、髪が傷むからみんなドはライヤーで乾かすんだよね。お前の股はどうなってるんだって。また直視しなさす拭けぎよ。てですよね、そこも曖昧。でね、今日またそれで、その VIO を接してくれたお姉さん聞いたら、なんかすっごくこうケアするね、保湿剤を買ってきたんですけど、で、高っと思ったら、なんか8000円くらいしたの。え、50ml だよみたいな。え、すげえ高級品ですね、私2、3000円だと思いましたって言ったら、ちょっと聞いてくださいって言って。ここの二の腕あるじゃないですか。ここの二の腕の肌に、例えばこう、保湿クリーム塗るでしょ。この時に、ここで吸収するのが1だとすると、経費股に額塗ったやが。つは40倍吸収するんですって、肌から。というこ大とは、肌事。に塗るものめっだちゃ大から、事じゃないって。股に塗でれするよんだっね。たらもう私、全だ身どから、こでも塗れます。顔につけるのと同じので、またもう保湿します。それがいいですね。そう。私もしかしたら、顔に塗るものよりももっとレベルが高いものを股に塗った方がいいんだなと思ったら、高級なクリームほど股が先なんじゃないかと思って、今日買ったやつも、なんかこう、私は今日生理迎えちゃったから3日間なんかせ、いや、塗らないでって出てるから、ちょっと塗れないんですけど、だって終わっ粘たら、膜ですごかいら楽しみ。ね。ね、口の中とか目と一そう、緒です粘膜、もそう、んね、粘膜。内臓とか。そう考えたら下手なものは塗れなそいうだよ。し、一番の愛を誘まうた、のは股でこれ多す。分良さそう。はい。で、で、それで、なんかその、ビフォーアフターの写真で見たのは、1ヶ月塗り忘れもありながらやったら、あれだけ変たわるりみましったてよって、そんその。なに乾燥だけで保湿だけで改善できるんですね。今その保湿剤のテレビショッピングみたいな。私これ保湿剤すごく様そ子がう良なんかっです。たら仕入れて販売しようと思ってます。股がなんかピンクになれたら嬉しくないですか？だって肌の、嬉しい。そういうこなんか成れく分らい。も入ってるんですか？美白的な。
やば。美白的なものが入ってるそうです。いや、うちに5歳の娘がいて、おまた見るんですよ、薬塗ってて。で、それで、こんな時代があったんだなと思って見るんですよ。マジかーと思って、マジかーによって。あの、中学生とかに上がった時って、女の子色気づくから、河川のね、なんかね、ですです、パンツ履き始めたりとか、すぐセットアップで。本当だ。ただし、あっから良くなかったんだろうなと思って。はい。そう。でね、みんな聞いて、ナプキン大丈夫？はい。偉いぞ。布ナプかって。で、布ナプがめんどくさいって人は、あの、今日聞いた人は、何してますかって、布ナプ頑張れなくてって言って、あの、夫に血生臭い匂い嗅がせるの、どうしても申し訳なくて、あの、私はオーガニックコットンの、あの、オーガニックコットンって書いてある、なんかこの、これこれ、私に今日買ったやつ、これ。今ね、あ、肌を持つ。そう。そうそう。これ使ってるって話してて、なるべくお肌に優しい、こう、生理用ナプキンを使って、あれが、やっぱ化学繊維だから、当たって、ここも、黒ずみ。生理の時とか、ただでさ、敏感になってるのに、肌が。そう、敏感になってるところに、化学繊維当てて、黒ずみって。私はもう結構、布ナプ歴、多分10年ぐらいなので。そう、でも、あんな、あ、そんなに。保湿していきます。これから。はい。保湿していきましょう。はい、私すごい楽しみなんです、それが。で、それで、なんか聞いたんですよ。え、あの、はい、ピンクの女とかいるんですかって言った。すごく稀にいます、ね。うん。え、マジですか？稀にいるんですかって。で、それで、あの、私はいかがですか、まあ、大丈夫ですよ、そんな、普通ですよ、って言われて。でも、もっと真っ黒な人とか絶対いますから、真っ黒って何とか。黒って何そこ男に見せてると思ったら、なんかもう、はやってやらないと。もし温泉とか行っても見比べられないですからね、隠れてるから。そうそう。正規を見せ合うことなんか絶対に女の子たちしないから、あの、なんか知らないから、みんな松陰家の形違うこと知らない女いるからな。ないもんなね、片方ビロビロの女だっているんだから。ね、ああ。左右対称と限らないんだから。昔、あの、赤ちゃんの何ヶ月学級みたいなやつで、あの、男の子のその、お風呂上がりのケアの仕方は、しっかりなんか裏側も拭いてねみたいな、はいはい、ちょっと冗談めかして助産師さんとかいうのに、うん、女の子はなんかちょっと濁らす、なんていうんですか、ちょっと、明確にされないみたいな。なんかっていうのを聞いたことがあって、だからやっぱ女の股は隠されてるんですよ、うん、はい。あのね、はい、あの、これ幼少期できっとずっと言われてたことだと思うんですけど、私小さい時に、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてて、でそれで、うん、あのちっちゃい子だからお股触るじゃないですか、これなんだろうって触ってると横に茶の間にいるおばあちゃんが、はい、そんなとこ触るんじゃないって大きい声で言われて、あ、ダメだダメなんだ、いや、もうなんか触んないといけないんだなって、ね、多分多くの人が経験してますよね、うん、っていうことがあるなと思って。でも男の子たちって小さい子見るけど、もうちんちんボロンって出して伸ばし合いっこしてるし、でも女の子たちってその性器見せ合って伸ばし合ったりなんか絶対しないし、小さくても。でそれ一番隠すところなの、隠して見えないところだけど、親が教えられないですよ、知識がないから。あの、織物が出てきたら、ちゃんとパンツ自分で手洗いしなきゃいけないので、それさえも教えなかったりとか、あの、ほら、女の、さってこう、折り目っていうか、その、谷あるじゃないですか。ですよ、ですよ。あそこ赤たまるじゃないですか。いや、本当に。見てなきゃ洗えないんですよ、あれ。はい。だから、今、娘にも、うん、はい、足広げなさいって言って、うん、指でこうやって、こうやって広げて、いやでもそれこうやってやるんですよ。汚いんだからね。必要ですよね。そこは本当に隠されちゃってますよね。大人が、大人の女がその性知識がないと子供に教えてあげられないんですよ。ね、うん、で、それで、そう、ちゃんと教えていきましょう。それでね、あの、私たち大人が身につけてさらに隠さずに性の話をしてったら、女の子たちは、なんか、やっぱ性被害に遭ってる女がすっごい多いんですよ。言わないけど。性被害。例
例えば別になんかやらしいことされたとか言うよりも、なんか急に知らない男の人が抱っこしてきたとか、小学生の時とか、知らない男の人がなんかおちんちん急に見せ、なんか見せてきたとか、小学生の時に性知識が教えられてない状態で会うことがあるんですよ。しな、何がなんだか分かんない。で、え？って思って、それを子供が親に言った時に、親がテンパって聞こえないふりしたりする人とか、あの、逆に大人が子供を叱っちゃったりとかすることが往々にしてあるみたいで、それは子供はそんな目に遭わないっていう思ってるのと、子供にそんな目に遭わせてしまったっていう自己嫌悪で大人が子供に怒っちゃうんですよね。自分の保護が、保護観察が行き届かなかった結果を情けなさすぎて子供に当たる。なんかそういうこともあるから、大人たちが先に、子供がそんな風に会うはずないなと思わないで教えたりとか、自分の体はどういうもので、どういう風に見てくる男がいるかっていうことを小さい子に教えてあげるのってすごい大事だなと思って。なんかあのセクシャルなシーンとか出産とかのシーンがテレビで流れた時に、なんか気まずくチャンネル変えるっていう、その昭和の、うん、止まってますよね、多分今も。ありますよね。あります、あります。私もグリーンブックで、あの、トム・ハンクスが奥さんのお尻触った時点で、うちの母が大きい声かけて、やめてって言ってチャンネル変えさせられました。でも、多分そのままですよね。日本の性教育って。いやー、いいし。そう。そう、だからね、別に、あの、なんだろうな、その、隠すものじゃないじゃないですか。別に、性交渉が、なんか、やらしいわけじゃないし、なんか膣ほぐすことだって、私これあのなんかセルフプレジャーって感覚もあんまりなくて、私は肩こりマッサージ感覚なんですよ、正直。はるかぜさんの、うん、そう、私は多分それでやってて、で前話したあのハッシーさんはセルフプレジャー感覚でされていらっしゃったから、うん、軽い気するっていうお話されてて、やっぱりそれって意識の違いだと思ったんですね。私は、はい、マッサージっていう意識でやってるから、はい、なんか軽い気もしないし、もう職人のように硬いところを見つけて、こうやって、今日はここ硬いからここ絶対ほぐすぞってやってるから、なんか本当にマッサージ師さんが今日はここのこりほぐしていきましょうねみたいな、はい、あれをやってるんですよ、私。分かれてるんですか？多分ね、どういう風に使うかによると思うんですよ。ハッシーさんは買い方として、あの、ディルドを新しい一本買ったみたいな感覚で、はい、始めたみたいなんですね。あの性癖としてあの、ほら、あのいろんなものを入れたい人いるじゃないですか、あのチャレンジャー精神でその一本としてのヨニーワンドだったんですよね。で私はマッサージ機としてのポジショニングで、私もそのハルカルさんとアイさんのフォロワーなのでマッサージ純粋にマッサージがしたいんですけど、うん、漫然としたセルフプレッシャーに今のところなっているんですよね、うん、まだその先に行けてないんですよね。多分、あの、それぞれの、あの、股の状態があるし、さっきおっしゃってたように、入らなかったっていう状態があったし、あの、徐々に徐々に体が変化していくと思うんですよ。で、ちょっと硬いとこ探してみようとかなとか。はい。そのうち、ほぐせるのかな？ググってやる。やりたい。うん。私も、なんだ、いくつかな？いつか、8月末見つけて9月だから、9月、10月、11、あ、意外とやってんのかな、私。2、3ヶ月やってんのかな。あの、それでやってみて、まだ私硬いところありますね。探求が止まらないですね。もう、なんか、やっぱやりやすい姿勢で最初の一月間はずっとやってたんですけど、はい、もうなくなったなと思って調子こいて、で、それで、嘘、これで私の伸びしろ、これでおしまいなのかしらと思って姿勢変えて、入れてみたら、あの、尋常じゃなく痛いところ見つかるんですよ。怖いけど、早くやりたい。だから、その、多分ね、やっぱこれだと限界ありますよね、その点でも。あの、私、それでやったことないから分かんなくて、なんでか、はい、そうね、あのね、思い出した、思い出した、あの、今、おっしゃってくださって思い出したのが、多分それって、細くない、あの、やっぱ先が細くないから、ゴリって押しづらいと思うんですよ、作業として。私も、はい、ディルドでやってるときって、はい細かいところを押せなくて、入り口付近なんてそれだとできないんですよね。ん模型がないから言いづらいけど、これ、はい、こ
これ、はい、ホールね。みんなここホール。うんうん、で、ここの、はい。はいはいはい。ここの、ここら辺とか、壁をね、はい。ここね、はい。ここら辺とか、はいはいはい。壁ね、わかります。引っ掛けられないんですよ、ビルドだと。おお。こいつだと、ここ、これくびれてるんですよ。こうやれんですよ。見て、まっすぐじゃないの、このですもん、それは。だってこのためのものだから、こうやってやれるから、楽なの。そうなんですよ。ディールドで私やってる時にね、もう手でするわってなった。もう無理だなって。もう無理だ。後ろの方からやろうとしても、いやーもうこれ抜き差しできないっしょみたいな。私はこうまだ感覚とかも多分ぼんやりしてるので、その初心者でだからこう、うん、漫然としてるんですよね、こうなん、うん、あのね、いや違う、それ私ね、それ初心者だからじゃなくてね、私その道具だと思う、ね、ピンポイントで痛いところさせないもん、それ難しい、こちら痛いすごい痛い、びっくりした、これ女性ってそういいですよね、そんなに内臓にないところ男性はマッサージできないわけで、めっちゃラッキーっていうか、ああ、あの、いや別に男性もこれ、あ、尻の穴が入れてあんなのやればいいじゃないか、うん、まあ、そこの腸をほぐしたいっていう男性がどれだけいるかもちょっと私わからないけど、あの、なんかこう、あのね、ゲイの方々はやるのかもしれないけど、まあ、確かにそうですよね、挿入するわけじゃない、彼らも。ほぐさないとあざとも入らないわけ、ほぐさないと入らないでしょうね。そう、私あれなんかゲイの人たちの方がなんかすごい迎え入れる体制のために手間かけるじゃないですか、柔らかくして、綺麗にして、してジェル中に仕込んで迎え入れる体制作るっていうのってなんかすごい丁寧な過程を踏めるなと思ったんですよ。何もしてない、教わりたい、女性はちょっとゲストの方迎えていやだから女って穴があることだけで、あの、なんかあぐらかいてんだなと思ったんですよ。え、やってあるからみたいな。あの、私足広げるから恥ずかしいよって終わりみたいな。まあ、幼稚っていうか自分がどこが気持ちいいかわからないでお願いしますって丸投げしてたって、うん、どんだけ恥ずかしいんだろうって本当思いました。うん、そう。ですよね。そう、どんだけええなのよ。ね、はい、でね、そこでみんなに言いたいのが、その男プロかって話なの。プロじゃない。なあって。本当。男優かって言って。セラピストかあっつって。本当に。ね。その素人の男に、素人の女が気持ちよくさせてもらう。無理じゃねと。これのね、導入をしてくれた人から、その私はこれほぐしたいんだっていうのを熱く語ってたから、柔らかくなってきたみたいなメッセージが来て、そんな簡単じゃねえよって思ってやっぱね、だからし、まあ、素人ってことですよね、 お互いに、うん、あのね、でもね、あのね、一日やった後すぐやるだけでも絶対違うよ、でも本当にほぐれてるよ、ちゃんとマッサージした方がいいですね。一緒にやればいい。だから男にこれ持たせりゃいい。もうちょっと右とか。あ、ちょっと私、あの、硬いところ男の人もわかるから。はい。で一緒にやって、一緒に体を開発していくっていうことができる。で、そこで、あの、自分のポリチオの位置とか A スポットの位置とか G スポットの位置を一緒にそこで確認し合えばいい。あね、プレーとしてやって、プレーっていうかもうすごい本質的なこう、うん、メイキングラブって感じですよね。ねえ、メイキングラブだから。そうで2人で、あ、ここが気持ちいいんだね、じゃあ今度ここ狙っていくねとか、あ、ここ痛いんだね、じゃあやっぱここ当たらないようにした方がいいね、ハイドができるじゃないですか、まあ、今いい男出てきたじゃない、まあ、いい男ではないんですけど、プレイヤーは一緒にしたいので、うんうんうん、取扱説明書が一緒に作り上げていくことができるから、立ち会い点検ができるわけですね、一緒に
そうです。あ、ここが今日、あ、ここがポルチョですね。あ、ここが A スポットですね。ここが G スポットですね。承知いたしましたって。見ますもんね。あの、レンタカー借りる前とか。そういう感じ。あ、こちら、あ、こういう状態なんですね。わかりましたって。あ、ここちょっと、あ、ここ修理必要ですね。みたいな。わかりましたって言って、承知しましたって。本当にそこまで含めた教育、広まって、まあ、だからまず大人からですよね。大人の女性たちが普通に大人が話したり、だってもうないと思いますよ、こんな顔出して自分の膣の状態を喋り合うなんて。私めっちゃ勇気与えてると思う、世の中に。本当にすごい。だから私もあの最初あのパンちゃんと船長の、コンサルを夏に受けてたんですけど、うんうん、それの、ええ、のこれアカウントなんです、インスタの。で、もともとのアカウントは別にあって、うん、そっちは普通に仕事の人とかとつながってて、でこっちがその、はるちゃん船長のコンサル仲間とつながってるので、うんうん、このクローズの人にだけ言ってたんですよ、はるか先輩見てって、これいいからっつって、これの写真とかも出てアップしてて。でもなんかもうそれだけでは私の情熱が収まらなくて、そのだって入れる前からすごい経験してるから、もうリアルな友達にも電動走ってて、だから私もだからもちろんタブーはあったわけなんですけど、やっぱ超えてるから、うん、超えるように。そう、あ、分かる分かる、あの興奮が勝つんですよ。すげえ、これ友達に会って話してた時にさっき言って全然テンポちゃうやんとかって言われて、すごい食欲なってるでって言われて、それなりにちょっと若干仕事がさ最近さみたいな感じのトーンだったんですけど、聞いてみたいな感じで、すごいこれ画面見せて、これちょっと最近すごいのみたいな感じで言い始めたら、その聞いてる友達もすごいこうなんかもう2人で今生命力上がってるねって言って、もうその時点で血行が良くなってるんですよ、明らかに。めっちゃ面白い。性の話は元気になるんです。やばいですね。うん、面白い。やばいんですよ、面白いんですよ。もうね、そんなに、はい、あのなんか鬼滅の刃で生殺与奪の剣を握らせるなって言うけど、もう快楽はね、男に握らせるなんてナンセンスなんですよ。ですね。何よってんのって。それでね、かわいそうなの、男の人も。女の人を気持ちよくさせてあげなくちゃいけないっていう風にプレッシャーかけられてるの、うん、いらないから、もうチンコ入ったらもうありだと思ったの。でしかももっとこうしてって言いますもんね、自分がちゃんと知ってれば、自分を、うん、それしかも、うん、知ってればね、言えるよ。なんかもう入ったら満足するの、だって聞くが究極にほぐれてるって、なんかもう満ちてるから先に、私が満ちてるから、なんかどうこうしてほしいっていうよりも、なんかあのありがとうみたいな、デザートぐらいの感じ、もうありがとうみたいな。全然もうなんかもうそれが本当に、はい、本当に思考も変わってきて、あ、本当に夫に何も求めてない、いるだけでいいなって思ってたんですよ。あ、こんなに変わるんだって。だから体に引っ張られるんですよ、思考が。だからね、男の人に何か求めてる時って、はい、女の人の体が満ちてないんですよ。心じゃないですよ。体が満ちてないんですよ。普通にこう注文ありがとうございます。みんな買いなさい。だからどんだけ、だからヒステリーな女は絶対ちょっとほぐれてないよと。よく言うじゃないですか。ヒステリーを起こしてる女性に対して男性たちが、あいつ男いないな、みたいな。そういう皮肉めいたこと。あれ事実なんです、単純に。本当に。そういう意味ですもんね。ちゃんと実を愛してあげてれば、はい、もう怒らない、そんな。本当ですね。ごめん、言い方間違えた。あの、なんかそんな、嫌なことは、ちゃんと嫌って言えるようになるし、嬉しいことは嬉しいってちゃんと言えるようになる。本当に、なんか、嫌悪感とかが、言葉飲み込みがちな女性は、実をほぐした方がよくて、はい、我慢するとか、それが、できなくなる、実を我慢ができない。だから、嫌だなって思った時に、あって言うんじゃなくて、嫌です。やめてください。ああ。結界ができますよ、ちゃんと。あの人は、ああいう人なんだなってちゃんと分かれば、他の人が、扱い方ちゃんと分かるじゃないですか、はい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 、その人は。
あの嘘ついてる女ってあのその嘘の取説を外に開示してるから間違って取り扱いされてストレス溜まるわけですよ、ね、心当たりがある、はい、そうだからあの嘘つかないためには自分を正直に表現しなくちゃいけないと。でもだからということは嫌だなって思った時に飲み込んだらそれ嘘ついてるから、はい、それをねなんか頭であ今飲み込んじゃった、はい、言わなくちゃっていうよりはもう口が勝手に動き始めた方が楽じゃないですか。だから滞ったってことですよね、うん、だからあのみんなねあの多分いっぱいあのハッピーちゃんの配信見てあの今彼女はさっきあのダンスだとか体に委ねるとか呼吸に委ねるって体に委ねていくっていう言葉をいっぱい使ってるけどやっぱりあのもうねまず、うんうん、あのなんかこう早いこっち膣早いあの女性はラッキーだと思う膣があればここほぐせばおしまいなんだから感じますね。だって前からその効果だったので すごいパワーっていうのは本当にわかります。パワースポーツなんだからここ世に言って聖なる場所って意味らしいよサンスクリットで。びっくりしたよ私見た時。今のさやりんごちゃんの神社の絵がもうまさにですね、うん、だからあの時あの彼女の発信は指でほぐすことを、うん、あの伝えてたんだけれど私あれできなかったんですよ指でやるのそんなまどろっこ仕事できるかいと思って、はい、入れてもなんか実感が湧かなかったんだけどここまで硬くて長いとどこまでもやれる大事奥まで届くそうですよね。そうだから私もその二村博さんきっかけもらってたしそのさやちゃんからきっかけもらってたけど結局やれないで、うん、だからこそ溜めてたんですよね、うん、やらなきゃって思いきっかけもらったけどでもねついに爆発しました。でもまだここ始めなのでまたちょっと経過を見て報告したいです、うん、こ心の在り方がものすごい速さで、ね、あのハッピーちゃんの配信にやっと頭体が追いついてくれた。あ、感謝って本当に良かった。妹さんになんかプレゼントっていう来ました。あ、そうそう、あれ見てくる。そう、あのもうすっごいケチンボですっごい誰かに感謝を形にするっていうのすっごい苦手でやってこなかったのがなんかあやんなきゃと思ってなんかこう夫にやってこう娘にやってなんか親にやって親戚にやって今日あの振り込みがあった時にあのなんかあ楽しいって思った時にあ振り込み楽しいって思えた嬉しいって思ってえしゃいやそう、嬉しいと思って、こんな風に思えたのすっごい嬉しいと思って。いや、あの、屋上コミュニティで、さやちゃんが、なんかね、言ってた時に、お金払うこと楽しいって思えなかったら、屋上コミュニティに入ってる意味ないよって言われた時に、もうすごいショックで、はい、私その時楽しいって思えなかったから、うんはい、あ、出てくって思ってたなって思った時に、払えたって思えた時に、あ、今私払えたって思えた、振り込めたって思えた、嬉しいと思って。買われたんだと思って、あ、これがずっと続けばいいなって思って。あの、膣の出し入れってお金の出し入れと全部連携してるっていうのは、言葉として聞いたことあると思うんですけど。はようやらんと。本当でした、はい。本当に、あの、やっぱまず膣で体感としての気持ちよさをこう味わう。それで体を作って気持ちいいな気持ちいいなって覚えたらこのお金の出し入れがふーんって膣ほぐして体で快楽を得られるようになる、うん、心地いいって思ってるでいつの間にかなぜか知らんがお金を出して入るときにやばい払うのも気持ちいいみたいな。だってあの男性器の入った時も気持ちいいけど出ていく時も気持ちいいじゃないですか。あの気持ちよさもちゃんと感じられるんだと思った時に嬉しい。先取りしようとかよく言うけど、はい、体感で先取りをしています。それがなんか私やっぱり最初分かんなくてそのなんかこう体の、うんね、なんか喜びを体で感じてって言われてもはーって なってたのが膣、うん、ほぐすと嬉しいとか、うん、楽しいとか、うん、いやーとかすごい心が動き始めるんですよ、うん、ですね早いだから早いんだと思って膣ほぐしを始めた女性たちには、うん、もうね本当にね望みをねノートにめっちゃ書いた方がいいもったいない書けばよかったっていうの
あの、このブースターです、これは。嬉しいな、嬉しいな、なんか、ま、あの、よく DM とかで、あの、膣ほぐしした、あの、成果を皆さん教えてくださるんですよ。で、その時に、やっぱり、現実化が早くなってる、みんな。なんか、あれしたいなと思ったら、シンクロニシティで、こう、パーって現れるっていうのが、だって、おなきにしてる段階。早くなってる、みんな。望んでた？おなきに出して望んでた？へぇーって思ってめっちゃ見てました。まゆみさんとゆかさんの近くに、ね、もったいない、望んだ方がいい、ほぐしと望むことが、うん、ほぐししながら、あーこれやね、こんな人が現れたらいいなと、こんなことできたらいいな、これくらいの収入が入ったらいいな、うんってやってたら、もううんっていうのがもう感情がね、わーって勝手に湧き上がってるから、なんか意図してあの味わうとかじゃなくて、もうなんか書いてると自分でふって笑い始めてる、きっと乾いてたら通らないですもんね、お金も何も、うん、流れないだろうか、そうですね、なんか濡れてる、ほんとそうですね、そんなところに、ね、そんなところに男入れたら泣きますからね、人のとこに来ますよね、うん、だから女って楽だなって、膣ほぐせばいいんだな、私のなんか常に濡れちゃってるんですけど大丈夫ですか、インラン女ですかみたいなのはもう恐れず行きます。このえ、だって別にそんな、え、何？だってそもそもよ、あの男がインランな女嫌いなんて誰も言ってないじゃん。最後の社会性みたいなのを邪魔してました。ひとかけらの。思考がね、挟まなくなってくるから、そういうことですよね、だんだんアホになってますよ。っていうことは。早いっていうことはそういうことなんですよ。だからもう、あ、こんなに発信続けてなんか鬱陶しいって思われないかなとか。はいはい。一昔前思ったんですよ。もう全く思わない。全く思わないし、私、どこだったかな、コミュニティ、どっかのコミュニティで連投してたんですよ。連投してたら、なんか、なんだっけな、こういう営業みたいな発信は嫌いですってコメントが入った時に、あ、私順調だなって思ったんです。なんかその、自分が目障りに感じられるくらい自分はちゃんと、順調って思ったんですか、出せたんだなと思ったんですよ。ないと言われないですもんね。批判すら来ないですもんね。ああ、来たなと思って、うん、あとはうちの話うちの夫にしたら、あああれやな、もっと叩かれたりとか、あとはなんか似たような商売をしてて、あのはるちゃんのことをアンチとしてもっと言ってくれるようやったら、はるちゃんもっと伸びるなって、楽しみやな、すごいそう、パワーがないとアンチなんかつかないから、いや、すあーもっとだな、まだ全然こういうバッドマークあんまついてないなみたいな、そのはるかねさんは、はい、突き抜けてるのは膣ほぐしがあってのか今の形ですか？あーやっぱそうなんだ。はい。全然違いますよ。あのうん、そうだな。なんか屋上コミュニティの中でさやりんごちゃんにセッションを受けて。動画かなって言われて、そっかーと思って、その時に2、3個だけショート動画上げてたんだけれども、と思ってる時に、そう言われて、そっかーと思ってて、で、その後に、誰だ、ミヤンゴさんっていう、あの、サイキックの方がいて、セッション予約してて、で、おしゃべりした時に、TikTok とか、Twitter やった方がいいって言われて、と思って、で、それでやり始めたら楽しくなって、そしたらバズった。継続して自分がこう発信してなければ、ね、見つからなかったと思う。TikTok とかフリーライターのがめちゃくちゃ良、かったし、そうですね、だからあの膣ほぐししてた、でそれで多分っていうか、やっぱりあのキャッチする能力が跳ね上がるんですよね。あれやった方がいい、これやろうかなとか、あこれどうかなっていう時に、あのそのシンクロニシティみたいになんかお知らせみたいなものがバババーって目の前に現れ始めるから、あやるやつだなってはっきり自分で分かるんですよ、これはやるやつだって。